お、おいつはすげえ、こんなにたくさん人がいるぜ。よみんな、こんにちは。ははは、私最高だぜ。おいおいおい、ちょっと待ってくれ。俺たちウミガメの挨拶を知らないやつをこっちの後ろの方で見つけたぞ。一番前の列で通路側から2番目、頭に貝殻をかぶっている大人の男性だ。やあ、こんにちは。こんにちは。名前は何て言うんだい？ケイタです。ケイタ、渋い名前じゃないか。いいかい、俺が最高だぜって言ったら、ケイタは両方のヒレを高く上げてウォウって言うんだ。ケイタ、戸惑ってる場合じゃないぞ。よし、元気よく行こうぜ。ケイタ、最高だぜ。おお、バッチリだ。みんなケイタに拍手をしようぜ。よし、今度はこっち側の一番前の列で通路側から3番目だな、黒いコーラのお嬢ちゃん、こんにちは。こんにちは。うん、名前は何て言うんだい？リサです。リサ、リサ、君は今日どこから来たの？京都です。京都、すげー、知らないけど。じゃあさ、その京都ってところから誰に連れてきてもらったの？お母さんです。おお、そうか。お隣にいるのが君のお母さん？はい。よし、じゃあお母さんとも話がしてみたいな。やあ、お母さん、こんにちは。こんにちは。お母さん、名前は？ミカです。ミカ、優しそうな名前じゃないか。あ、ところでミカ、リサからいろいろと質問をされた経験はある？どっちなんだ？ある？ない？あります。おお、そうかそうか。俺の息子のスクワットもそうなんだぜ。いいか、俺たち親同士バッチリ気持ちが、通じ合ったな。いや、実はさ、さっきもスクワットに惹かれたんだ。ねえパパ、人間はどうして僕たちとあんなに違うの？で、俺はこう答えたんだ。わかんねえ。ああ、今日はみんなに人間について教えてほしいんだ。俺に協力してくれるなら、はーいって言ってくれ。せーの。お前たち最高だぜ。ケータ、ついてこいよ。よし、それじゃあスクワットからの最初の質問だ。ねえパパ、人間は何を食べるの？だってさ、この中で食べる人ヒレを上げてくれ。ダメでした。食べないやつもいるんだな。よし、ガイルさん、こっちの前から3列目で一番端っこ、頭の上にさ、黒くて丸い2枚貝をくっつけている女性がいるぞ。やあ、こんにちは。こんにちは。名前は何て言うんだい？ユーリです。ユーリ、あ、ユーリ、君の大好物は何？チーズ。チーズ、それどんな食べ物？伸びる。伸びる？伸びれば味はどうでもいいのか？君は変わったものが好きなんだな。俺が好きなのは海藻なんだぜ。こうやってさ、下にいっぱい生えてるだろ。こういうやつをいつもわかめ、海苔、昆布、わかめ、海苔、昆布、こうやってバランスよく三角に食べるんだ。で、俺の体はこんなにでっかくなったんだぜ。海苔、俺の体重どれぐらいあると思う？300キロ。大正解だ。みんな有利に拍手をしようぜ。有利、君もそのチーズってやついっぱい食べて300キロ目指してくれよな。お前たち最高だぜ。よし、今度はみんなの番だ。俺に質問のあるやつヒレを上げてくれ。何でも答えるぜ。フラッシュ、前の子が質問あるみたいだぞ。おお、ハンコ、ありがとう。よし、こっちの前から2列目で、一番通路側で元気よくヒレを上げたちっちゃなお嬢ちゃんから。こんにちは。こんにちは。ん？名前は？池村美智子です。ちむらみちこ、よろしくな。俺に聞きたいことなに？パンっていうのは一体何をするものかな？
話が前に進まないな。じゃあ隣の女性に聞いてみようかな。のはパンって一体何？ミキコの好きなものです。好きなもの、それは何をするものなんだい？食べるもの。おお、そうかそうか、好きな食べ物を教えてくれたってわけか。おお、そうか、質問じゃなくて報告だったみたいな。よし、じゃあみちこもパンをいっぱい食べて300キロ目指してくれよ。お前たち最高だぜ。よし、次の質問行こうぜ。どうだい、後ろの方でもいいぞ。おー、じゃあ今度はじゃあこっちの後ろの方に行ってみよう。一番後ろの通路側で肥料を振ってる。おお、なんだ、頭に穴とか刺さってるやつがいるな。いやー、こんにちは。こんにちは。こんにちは。名前は？ゆうきです。ゆうき、質問は何？質問じゃないんですけど。んじゃあ次行こうか。冗談だぜ。なんだ、言ってごらん。隣の彼女が誕生日なんで祝ってあげてください。おお、もちろんだ。彼女の名前なんて言うんだい？アリサです。アリサ。おアリサいくつになったの？冗談が言わなくていいぞ。じゃあアリサの誕生日にお祝いをしようかな。あ、じゃあせっかくだから他にも今月誕生日のやついる？いたら肥料をあげて。どうだい、今月誕生日のやついるか？おお、何人かいるみたいだな。よし、じゃあみんなの誕生日をお祝いしようかな。ハッピーバースデーアリサとお前たち。ハッピーバースデーアリサとお前たち。卵から帰った日おめでとう。ハッピーバースデーアリサとお前たち。楽しみなお祝いの拍手だ。お前たち最高だぜ。よし、ごしてもいこう。どうした、クラゲライダー。ああ、クラッシュ、今逃げてきたとこなんだよ。カメクラまんじゅうから。ああ、あれすんげえ楽しいよな。え、よし、みんな一緒にカメクラまんじゅうって言ってみようぜ。せーの、カメクラまんじゅう。おい、やめてくれ、カメクラまんじゅう。カメクラまんじゅう、おさめくらカメクラまんじゅう。よし、みんな体重がそんなに来たぜ。もうクラッシュのせいだよ。ん、俺が何かしたかい？カメクラまんじゅうだよ。ああ、やめてやめて、カメクラだっけはやめて。カメクラまんじゅう、カメクラまんじゅう。お前たち最高だぜ。あ、そうだ、俺からみんなに聞きたいことがあるんだ。この前さ、スクワットがビーチでこんなものを拾ってきたんだけど、これ一体どうやって使うんだい？わかりやすいの？どういた？よし、聞いてみよう。じゃあこっち側の一番前の列。使うのかな。聞かずに分かった。これもみんなのおかげだぜ。お前たち最高だぜ。よし、今度俺が答えるぜ。質問のあるやつヒレを上げてくれ。どうだみんな。お、じゃあ今度はこっち側の前から4列目、通路側から2番目、お、頭にでっかい貝殻かぶってる、うん、坊やか、お兄ちゃんか、うん、お姉ちゃんだったな、うん、いやこんにちは。うん、名前は？ココです。ココ、聞きたいことなんだい？何色が好きですか？面白い質問じゃないか。よっしゃ、ヒントを出すからココに当ててもらおうかな。いいかい、よく聞いて。俺さっき言った通り、こういう海藻を食べるの大好きって言っただろ。この海藻は緑色、海藻ばっかり食べている。俺の体も緑色。よっしゃココ、俺の好きな色なんだ？緑。黒。そこの子、騙されるな。緑で正解。大正解だぜ。みんなここに拍手だ。お前たち最高だぜ。なんだこの音。アイドルホン壊れたか。アロー。アロー。おっ、よし、みんな一緒にうーってやってみよう。せーの、うん、
クラッシュ、やあ、ヨーベリー、ハロー人間。やあベリー、得意のエコロケーション、みんなに見せてやってくれないかい。見てて、何か見えてきた。耳が4つある人間がいる。変なの、いい意味でね。変わってるわ。じゃあね、クラッシュ。耳が4つその頭の上にくっついてる丸いやつのことか。ベリー、あれは耳じゃない、二枚貝だ。いやでもエコロケーションってすんげえクールだな。誰かできるかな。そうだ、あいつにやってもらおう。ケータ、なあケータ、エコロケーションで俺のヒレが何本上がってるか当ててくれ。まず両方のヒレを頭の横に持ってきて目を閉じる。これがいいっていうまで絶対に目を開けるなよ。よしケータ、うーだ、せーの、もっと大きく、よしみんなも手伝ってくれ、せーの、ケータ絶対目開けるなよ。よーし、みんな静かにしててくれ。ケータ、俺があげてるヒレ何本だ。4。大正解だ。みんなケータに拍手をしようぜ。お前たち最高だぜ。カエル、カエル、おー、スクワット、カエル、カエル、パパ、パパ、カエルに乗ってサーフィンしようよ。わかった、わかった。さあ、家族は呼んでる。今日はみんなと会えてすげえ嬉しかった。お前たち最高だぜ。みんな今日は楽しかった。また会おうぜ。アリサ、誕生日おめでとう。